若尾育造横浜取引所。中央が若尾二代若尾育造から1928年4月29日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、貴族院多額納税者議員、陽明、林之助、旧明、林平、海の国駒郡在結家村で、初代若尾育造の長男として生まれる。家業のキート防衛企業に従事し、 1896年に家督を相続し、育造と改名した。神奈川県高座郡藤沢町と埼玉県小玉郡本庄町に政権乾燥省、また高座郡久下沼村に正式会場、道郡明治村に第二整市場を設置して良質の木糸を製造し、海外に本邦三史の優秀性を示して輸出の拡大に貢献した。その他、 神奈川県産市貿易所同業組合長、横浜産市街四品取引処理事長、若尾銀行頭取、横浜電線製造取締役、横浜火災会場運送信用保険取締役、東京電灯取締役、日本鉄道取締役、京浜電気鉄道取締役、帝国ホテル取締役、横浜倉庫取締役、東洋モスリン取締役、日清防籍取締役、 横浜電気取締役、東洋汽船監査役、横浜生命保険監査役、東亜製粉監査役、京浜電力取締役社長などを務めた。また、横浜市三次会員、同ガス局長、同参与、同ガス常設委員長、横浜商業会議所常議員、キート検査所臨時商議員、産業諮問会員などを歴任。1九0年八月十七日、 貴族院多額の税者議員に就任し、1906年7月6日に辞職した。1912年5月、第11回衆議院議員総選挙で、神奈川県横浜市選挙区から立憲政友会所属で出馬して当選。その後、第13回、第14回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算3期務めた。ありがとうございます。